今回の、まあ、このチャリティーイベント、はい、いつ頃から考えてらっしゃったんですか？でも震災があってすぐですね。何かしなければと。なんかできることがあるかなと。悩んだりとかは瞬間はなかったんですか？いや、ちょっと思い出しましたよ。悩んだりっていうか、さすがにヘッドギアしても、練習、スパーリングで放ったことあるし、はい、ちょっと一瞬その怖さがよぎりましたよ。スパーリングも全然やってないし、大丈夫かなっていう不安があったけど、一回ちょっとスパーリング やったんですよ。それやったことによってちょっと不安が消えました。あ、大丈夫かな。あとはやっぱり今ニュースの番組やってる中で、はい、いろんなスポーツ選手が行動してるじゃないですか。そこでやっぱり俺も何かできることないかなっていうふうには思いましたよ。でやっぱり、まあ、今までやってきた格闘技を通じて今俺にできることってやっぱ格闘技でやることが一番でかいことだろうなと思って、他にもっとでかいことができれば他のことでやるけど、でも今は格闘技が一番早いなって。チャリティーイベントって多分たくさんあると思うんですけど、まあ、いわゆるその募金をしてもらったら、その全額がまあ被災地に行くみたいな、まあ、あるいは募金されるっていうことになったことに関して、まあ、そこがどういう。いや、やっぱりもうこのイベントやるなら全額じゃないと俺は嫌だったんですね。一部とかじゃなく、まあ、やるならやっぱり全額でしょうっていう。今回出てくれるファイターの人たちもやっぱりそれでOK してくれてるし、それはすごくありがたいし、でボランティアの人も警備だけでも40人以上ボランティアの人が集まってくれてるし、みんな協力してくれて、それはすごいありがたいなと思います。今回の件に、まあ、キッドさんとマスさんって僕らからしたら、なかなか一緒に見れない2人じゃないですか、こういうきっかけで再び再会することになったことに関してはどう思いますか？なんかやっぱりキッドの言ってることも俺の思ってることも共通してる部分多いなと思って、なんか見た目はとかいろいろ違うけど思ってることは結構一緒だなという感じがしますよね。だからなんか会えば、なんか別に友達としてそんなに会うわけじゃないけど、こうやって会うと気が合うんだろうなと。イベントやるにあたって大きな仲間といいますか、パートナーになるんじゃないですかね。そうですね、やっぱり、人がいてくれるのといないのじゃだいぶ違うだろうなって気がします。実際に今スパーリングということでしたけれども、どんな姿をお見せしたいと言いますか、見せたいと言いますか。どんな、まあだから一生懸命やりますよ、はい、ただプロじゃないんで、もう引退してるんで、試合の時と同じことを やれと言われたら無理ですけど、はい、まあでもそれに近いことができるように、まあ、とにかく一生懸命思いっきりはやろうかなと思ってますね。それが伝わるような内容といいますか、姿を見せたいなと。エキシビションマッチだからって軽くやるっていうわけじゃないです、いっぱいファン集まるんじゃないですか。まあ来てくれるといいですけどね、結構僕逆に箱入りきるかなぐらいのイメージなんですかね、無料なさ、無料じゃないですか、まあゴールデンウィークだしね、すごいことないそうですよ、まあ、あと雨だけ怖いなまあ雨でもやりますけどね。雨の決戦です雨でも中止しない。中止しないですよ。やりますよ。